お腹すいた。どうも、しおです。撮影で初めての駅降りたんですけど、お腹すきすぎて簡単に食べていこうかなと思ってカメラ回してます。王将だ。ちょっと暑くて王将はないな。王将さ、セブンに似てない？横におるし銀だこか。暑いじゃん。あ、お蕎麦屋さんがある。行ってみようかな。じゃあどれどれ。私は今日は蕎麦の気分だから、ここで知ってる蕎麦、きつねかけ蕎麦しかないんですが、たぬき、きつねは油揚げでしょ、たぬき、月見はなんだ、月だからさ、あれかな、マルテン乗ってるのかな。困ったな。森そばはなんだ。どうしよう、知らない。難しい。知ってるの食べようか。タヌキいっちゃう。挑戦です。タヌキ行こう。決めた。楽しみ。すみません。おそば、うどん、熱いの冷たいのは、おそばで冷たいので、はい、かしこまりました。ありがとうございます。何が出てくるんだろう。ワクワク、ドキドキ。はい、おそばで、かしこまりました。わかめか。キュウリも乗ったぞ。ん？天ぷら？最後は冷たいおつゆ。どの辺がタヌキ？はい、冷たい。すみません、狸って、あ、これが狸。あ、なんで狸って言いますか。わかんない。こっちがね、お揚げの方がキツネって言うんです。あ、はい。だから多分逆でこっちで狸になったんじゃないかな。あ、揚げの逆だから。狸、とキツネ。え？なんで逆なんですか。それ、ね、日本になってね、狸とキツネはね、ライバル。あ、はい、うん、あの童話とか物語だから逆の意味。あ、そういうことなんですね。あ、タヌキ何か分かんなくて。ありがとうございます。いただきます。ちゃんとは分かんないですけど。ありがとうございます。初タヌキそばいただきます。緑の色合いが食欲をそそるね。いただきます。美味しい。揚げ玉のサクサクとめちゃ合いますね。夏のそば最高に美味しい。そうね、私韓国にいるときはそばそんなに好きではなくて、日本に来てそば食べてみたら、あ、全然違うなって思って、今大好物になりました。この前友達が日本に来た時お蕎麦食べさせたんですけれども、友達もやっぱり言ってた、韓国と全然違うって。お蕎麦って意外と日本語ができる外国人にとっても結構ハードル高いメニューかなって思いました。名前を見ても何が載ってるのか全然想像つかなくてちょっと驚きましたね。キツネは油揚げが載ってるということは知ってたんですけど、なんで油揚げが載ってるのをキツネって呼ぶのかまでは知らない。タヌキとキツネがライバルだからそういう風になってるっておっしゃったんですけど、マジだろうね。あとさ、月見もうすごく気になりました。あと森もね、最初大森かなと思ったら下の方に大森があったの。だから森はその森ではないということでしょ。謎のことが多すぎる。そういう由来っていろんな説あるから、これという正解はないと思うんだけど、どの説があるのか
知りたいなってすごい推理してるけどこうなのかああなのかって思うのも楽しいね。コナンみたいで真実をいつも一つ。お蕎麦って本当に種類多くて蕎麦粉の種類もすごく多いですよね。茶蕎麦とか桜蕎麦とか三色五色みたいな蕎麦粉の割合によっても違いますよね。10割と二八蕎麦、二八って蕎麦の方が2か8なのか。さすがにやっぱりさ月見蕎麦めっちゃ気になるわ。あ、そういえばね、視聴者の方からせいろって蒸し器だよって教えていただいて、でもその後ね、お蕎麦屋さんでざるそば頼んだら同じせいろに出てきたんですね。ざるそばのざるって竹ざるだと思ってたんですけど、いまだにせいろそばとざるそばの違いよく分かってない。とにかくたくさんの種類があって楽しいんですけど、外国人にとってはちょっとハードル高いなって感じ。高くなっちゃったね大丈夫かしら。これでちょっと疲れが取れました。お腹も満たされたし、終わり。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。月見そば、うん、具が何ですか？月見は卵だから月見みたいでしょ。ああ、そうなんですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。シアンと申します。やっぱり日本人の方でもなぜかまでは分かんないんですかね。分かんないことありますよ。例えばザルそばとモリそばの違いって何って。私それ今気になってました。そば自体が違うのとつけるおつゆあるんでしょ。ああ、はい、おつゆが盛りそばとザルそばの違いがあるって言われて、比較ではない。だからどれが確かに確かなのか、ね、日本人に聞いても答えられる、そういないと思うそ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 う、狐も揚げ玉も一緒に入ったのは無地なそば。無地なそば、そう。お店にありますか、ここも。ここはだからここはトッピングで、例えば追加して揚げ玉トッピングで入れてくださいって。お金はかかるけど、あ、それが無事なそば。今日初めてたぬきそば食べてすごく美味しかったので、じゃあ次は。ありがとうございます。本当に勉強になりました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しくてためになって素敵な時間になりました。